はい、どうも、社畜です。本日も集まれ動物森やっていきたいと思います。で、まあやっていきたいわけなんですけど、なんとですね、本日気になるツイートがございまして、そちらの方をね、まあ、紹介させていただきたいんですが、アニメイトタイムズ公式って皆さんご存知ですか？まあアニメイト好きな方であれば、まあ、結構ねフォローしてる方も多いんじゃないかなと思うんですが、なんとですね、そこの公式ツイッターで、ね、びっくりするツイートがあったんですよ。で、そちらの内容なんですけど、なんとですね、 BS で劇場版動物の森の配信が決定しました。いやー、これねかなり嬉しいね。劇場版動物の森、ちなみに、7月29日に、まあ、配信予定みたいです。だからまあ今から約10日ぐらいか、まあ、約10日で配信予定ということで、いやーこれはかなり楽しみですよ、ね、劇場版動物森って相当名作ですからね、まあ、僕もねリアルタイムでは見てないんですが、まあ、たまにねこうやってテレビとかで再放送してくれるので、まあ、そちらの方を視聴していました。ただここ最近さ、なんか劇場版動物森割と頻繁にやるよね。なんか一昔前だと全くやらなかったのに、やっぱりあれか、最近ね熱盛も発売したということで、動物森がめちゃくちゃ人気じゃないですか。まあ、そういった背景もあって、まあ、こうやって配信されてるんかな。まあ、そこについてはちょっとわからないんですが、ぜひね皆さん見ましょう、劇場版動物の森。いやこれね本当に面白いんだよね、めちゃくちゃ面白い。そしてね声優陣がめちゃくちゃ豪華なんだよね。なんか人気声優が揃ってるみたいな動物の森どんだけ権力あるんだよっていうね、そういったラインナップになってます。なんでぜひね、まあ、そういった面でも見ていただければなと思いますね。そもそも劇場版動物の森自体を見たことある人ってどんぐらいいるんだろう。まあ多分ね僕の予想なんですけど、あんまり、ね、いないんじゃないかなと思っていて、まあ、なんでかっていうと割とね古い作品なんですよそう、割とっていうか相当古い作品だからね、確か2006年に公開されたんだっけ。2006年の12月16日に今公開されてるっていう情報がちょっとね、パソコン上に今載っているわけなんですけど、だからまあ今から約14年前か。うわ、14年前って俺何してたんだろうね、まあそんぐらい大昔の映画なわけですからね。下手したらさ14年前って生まれてない人も結構いるんじゃないの。あ、どうなんだろうな、自分の視聴者層的には。けど20歳以上の方が9割以上占めてるんで、自分の視聴者層って、まあ一応見たことあるっちゃある人はいるのかな。まあリアルタイムはねさすがに少ないと思うんだけどさまあそういったところで、まあ劇場版動物の森がまあやりますよ、まあ配信されますよ、まあそういったお話になります。僕はね絶対見ますねこれもう見るしかないよな。けどなかなか見る機会ってやっぱないからね、まあ、ぜひね、ちょっと時間がある方、ぜひぜひ BS で見ていただければと思いますね。あと、風太くんがめちゃくちゃ可愛いから、特になんか風太くんに着目して見てほしいかな、個人的には。うん。風太くん可愛すぎね、あれ。あと、風子ちゃんか。うん、風太くん、風子ちゃんがね、個人的にめちゃくちゃツボったわ。うわぁ、今からでも楽しみだな。10日後か。でも7月29っていうことは、もしかすると学生はもう夏休みか。ね、小中高で大学はまあオンライン授業だからまあどうなんだまあ実質夏休みなのかどうかちょっと分かんないけどさ、まあ学生の方は大半がまあ休みかと思いますので、ぜひね積極的に見ていただければと思いますね。あ、ちなみにこれね企業案件でも何でもないんで僕が個人的にまあ大好きな作品だったので、まあちょっとね取り上げさせていただきました。はい、まあそういったところで、ブーケとミスズちゃんの謎の会話が始まったわけなんですけど、で、奥の方にクリスチーヌちゃんとダノラがいて、え、待って、あの二人もなんか喋る気か。あ、喋らずにスルーか。さあ、そういったところで、ちょっとこの二人の会話見ていきましょうか。
お、社畜ちゃん、じゃあ社畜ちゃんにも一緒に答えてもらおうかな。金くれ、出た。え、なんで俺が答えるのこれ。何それ、漫画か何かの影響。そうね、私だったらやっぱり可愛い服を着てステージ上で スポットライトを浴びながら歌ったりダンスしたりアイドルしちゃう。やっぱり夢見ずにはいられないよね。あれ、まあ、ブンケちゃんがアイドル系キャラってのは知ってんだけどさ、ミスズちゃんもなんかアイドル目指してるんだっけ、どうだっけ。俺さ、ミスズちゃん呼んだのはいいんだけど、まだそこまで会話してないっていうね。まあミスズちゃんの家自体が結構ね、遠い位置にあるからそこまで行かないんだよね、はしご必要だからさ。ただこうやって、まあ、広場にたまたま出てきてくれたら話すみたいな感じだから、もしかすると全住民の中で一番話してないんじゃないかな。まあこれからね、ちょっと積極的に話していきたいね。で、何々、アイドルしちゃう？やっぱり夢見ずにはいられないよね、社畜ちゃんは？金くれ。アイドルしちゃう。コメディアンかな？自分は自分のままでいい。何やこの選択肢。アイドルしちゃう。コメディアン。え、結構難しいな。コメディアン。アイドルしちゃう。え、けどさ、ここでアイドルしちゃうって回答しちゃうと、なんかつまんねえよな。ね、あとは自分は自分のままでいいって。これもつまんないから、ここはね、やっぱり間を取ってコメディアンやな。そっか！あたいの可愛いと社畜ちゃんの面白いが合わされば、うわぁ、なんだこれ。あたいの可愛いって自分で言うあたりがなかなかの自信家を伺わせるね。可愛くて面白い、超マルチタレントの誕生じゃん。あたい、社畜ちゃんに弟子入りして、その路線狙っちゃおうかな。もう路線変更していくのか。え、コメディアンってなかなか難しいよ。え、コメディアンって多分芸人のこと言ってるんでしょ。いや、芸人の世界って厳しいと思うな、実力世界で。まあ、アイドルもそうなんだけどさ。ね。だからそこで、なんか頂点になれる人とか成功できる人って本当にすごいと思うわ。うん、そういう実力の世界で。お、フランソワちゃんも来た。あなたぐらいポジティブだったらどんなものにだってなれそうね、金くれ。金くれ対決かな。お、フランソワちゃん、よ。お、今度はダノラとミスズちゃんの会話かもしかして。てかさ、密すぎないか、ここ。めちゃくちゃ住民たち集まってくるじゃん。何があった？あら、なんだかよく合うわね。いや、よくは合わないよ。この、フィットネスタンクトップはあんたが譲ってくれたものよ。そうよ、俺があげたんだよ。え、結構似合ってるよね、こう見てみると。着心地がいいから普段使いにもぴったりなの、金くれ。いや、金はあげないよ。てか待って、めっちゃ密やな。え、なになになにこれ。至近距離で挨拶するやん。いやけどさ、今作住民同士の会話が多くて嬉しいね。なんかさ、今作は住民同士の会話がめちゃくちゃ多い気がするんだよ。だから飛び盛りの時はなんかね、住民と深い話ができて、まあ、個人的に楽しかったけど、あつ森ではね、なんか住民同士の会話のバリエーションがめちゃくちゃ多いから、そこがね、最近の楽しみになってますね。で、割と積極的に住民同士で話してくれるからね。で、そこの会話に割って入って聞くみたいな。ね、そこでしか聞けない内容も多いからさ、俺はめっちゃ好きだね。またあったね、金くれ。お話を。ハッピーホームアカデミーの結果もう見た？出た、ハッピーホームアカデミー。だけどさ、ハッピーホームアカデミーって、俺真面目にやってないから点数いつも同じなんだよね。そう。てか、ハッピーホームアカデミーで気づいたわ。ちょっと待てよ。久しぶりに手紙見に行くか。そう、ポストの中確認してなかったから、最近。ちょっと中身確認するか。なんか届いてるかな。うわ、ハッピーホームアカデミーから来てる。出た、恒例。32,785 ポイント、タンク B。まあそれは一部屋しか作ってないからね。で、なんかブーケとビンタからも手紙が来てる。何これ。おーい、社畜くん。うふ。このメッセージカードなんだかいい匂いがしない。おい、やめろ。なんかさ、こぼしたでしょ。うわ、カレーライスの匂い。もうそれ嫌がらせじゃねえか。やめてくれよ。いや、そこはさ、なんかもうちょっとフルーティーな匂いにしてほしいよね。カレーライスで出て臭いじゃん、これ。やめろやめろ、ほんと。なかなか不潔やな。何これ、親愛になる社畜ちゃん多い。愛の告白か、これ。メッセージカードって仲良しな子からもらうととっても嬉しいよね。あたいも社畜さんに喜んでもらいたくて心を込めて書いてみたよ。返信くれたら嬉しいな、ブーケより。これさ、返信あげようか、後でブーケにせっかくくれたからさ。なんて返信する。ちょっと後で返信しましょうか。で、その前に今日はね、蜜毛動物の森をやっていきたいので、蜜毛動物の森何かね、ちょっとプレゼントしようか、住民たちに。
そういやさ、ちょっと服がね、だいぶ持っている、だいぶかさばっているので、ちょっとこちらの服をね、みんなにプレゼントしていこうか。母の手作りエプロン2つダブってるから、これあげよっと。ちょ、何個かさ、あげようか。まあ、何個かっていうか、何着かっていう言い方が正しいね。さあ、何着かあげていきたいところ。お、ホットドッグの服はね、もうあげちゃってるから。ホテルマンの服。これはちょっとあれやな。自分が全く着なさそうな服。お、これいいじゃん。DAL の T シャツ。ちょ、これあげようぜ。DAL エプロン。これもあげようか。いや、これさ、明らかにいらないからな。ネタとしてもいらないわ。よし、これでいいわ。で、これをちょっと住民にあげて、あとはブーケに、なんか、手紙送っていきましょうか。え、これさ、確か手紙送ると、なんか好感度上がったんだっけ？上がるんだっけ？まあいいわ。とりあえず行きましょうか。ね、プレゼントあげると確実に好感度が上がるのいいよね。お！いたね、ブーケ。ちょっとお返しにこれをあげましょうか。で、何あげようかな？母の手作りエプロン。DAL の T シャツ。まあ、ここはちょっと手作りエプロンあげようか。え、これさ、結構似合いそうな感じしない？俺のお母さんの手作りエプロンだけど、それをブーケにプレゼントしていくっていう。意味不明すぎる。俺からのお母さんのプレゼントをね、またさらにプレゼントしていくっていうスタイルね。わー、結構いいね。え、なかなかいいな。けどなんか見た目や調理実習をしているなんか女子小学生みたいな感じになってるね。へへ、似合ってる。こういうの超値好みだわ。マジでサンキューね。金くれ。いや、金はあげないっつうの。いや、金はあげねえよ。ねえ、フランソワちゃん。フランソワちゃんにもこれあげよっと。まだね、最近来た住民たちは、まだ好感度上げきれてないから、適度にね、いろいろなものをあげていきたい。さあ、これあげるわ。やだ、これ !DL の T シャツじゃないの。こんな声じゃないか。早速だけど着替えてみちゃうわね。うわ、マジか。俺の前で着替えちゃうのか。女の子が男の前で着替えるのはちょっとハレンチすぎる気がする。ふふ、ありがとう。こういうのずっと探してたのよ。ほんまかいな。え、これ探すってなかなかマニアックじゃない？あ、大事にするわね。いえいえ、こちらこそ。そうね、何かお礼をしなくちゃ。ワークエプロンを受け取ってちょうだい。金くれ。ワークエプロン、え、どんなやつだろう。てかさ、普通に似合ってないこれ。待って、普通に似合ってるよね。なんか、水色と水色みたいな感じで普通に似合ってて笑ったわ。これはなんだ？うわー、なんか作業服って感じがするな。いや、俺はやっぱホットドッグだわ。さあ、みすずちゃんにあげよっと。そう、みすずちゃんにもね、あんまり物をあげられてないから、ちょっといろいろあげていきたいね。そう、せっかくうちの島に来てくれたのに会話できてないから、ちょっとね、お近づきの印として、こちらの方をね、お譲りしたいと思う。いや、これね、限定品だから、結構価値あると思うんだよね、エプロン。そう、非売品だからさ、売ってないでしょ。さあ、これをプレゼントするわ。さあ、どうなる？おお！なんか、主婦みたいやな、見た目が。ね。あ、キューバシャツ？なに、キューバシャツってどんなやつ？なんか、めっちゃお返しに服くれるな。まあ、ありがたい話だけど、うわ、こんな感じなんだ。まあ、俺にはちょっと似合わないかな。ね。まあ、似合うっちゃ似合うんだけどさ。おお、なんか正面から見たらさ、なかなか独特な雰囲気だね。いい。え、だけど、みすずちゃん、こう見たらやっぱ可愛いな。ね。みすずちゃんか。しかもね、よく歌ってくれるんだよね、みすずちゃん。うふふ、何かしら金くれ。どんだけお金欲しいね。ねえ、社畜さんって学生ニートさんが好きなスポーツのことしてんのかしら。出た、学生ニート。あ、そういやさ、ちょっとね、学生ニートをね、成長させようと思ってます。まあ、成長っていうのは、あれですね、家をね、ちょっと大きくしようかなと今のところ思っておりまして、まあ、今ね、学生ニートちゃんの家が、右の方にあるんだわ。いや、だけどね、これから本格的に、まあ、島整備をね、やっていきたいということで、こちらのね、テントも、ね、増築して、でかくしていきたいんですよ。そう、家をね、でかくしていきたいと思ってます。さすがにさ、ちょっとテント、まあ、景観的に合ってるんだけど、やっぱりね、カフェとか作りたいなと思って、ね、家の中をね、カフェみたいな感じで、ね、綺麗な感じに仕上げていきたいですね。いや、島整備か。最近ね、島整備をね、頻繁にやっているわけなんですけど、終わりが見えないわ。え、島整備って難しくない？なんだろう。やってもやっても終わりが見えないというか、ね。
すごい長い戦いだなと思いましたね。ただ今思うとね、最近過去の動画振り返ってよく見てるんだけどさ、島が全然違うなんか島が全然違うからさね、なんかそう思うとなんかいかに自分が気分屋かっていうことが分かったね。気分でなんか部屋とかあとは島を変えちゃうみたいな。ねえクリスティーヌちゃん、あと住民の顔ぶれもね変わったよね本当に。いやまだ最近来た住民ばっかだからね。だからちょっとしばらく離島ガチャしないかな。まあちょっと8月の大型アップデートが、まあ、来ると思うので、まあそれがちょっとね終わったらまた離島ガチャやろうかなと思ってんだけど、正直ね出したい住民がいないんだよね。まあ出したい住民ってか入れ替えたい住民かいないからさ、ちょっと難しいなと思ってる。正直今のままでも全然いいからね。そしてなんだ、晴れの日は空気が気持ちいいよね。深呼吸するだけで健康になれそう。リララ相変わらず可愛いな。いやーけどどうしてもねクリスティーヌちゃんとあとはフランソワちゃんにケケアイドル歌わせたいね。だからさちょっとここら辺にラジカセ置こうと思ってんだよね。そうケケアイドル流すみたいな。じゃあとマイクも置きたいよね。なんかステージみたいなの作るか。そうそうそう今考えてて、なんかここの緑のちょっとしたスペースあるじゃん、ここ全て撤去してで、ここにねミニステージみたいなの作ろうかなっていう、本当にね小さいステージみたいな。なんかこれはこれでいいよね。で、何これ、ちょっと待って、何なんか今してなかった。わーい、話しかけてくれてありがとうね、リダラ。お話を、こんなところにウクレレがあるけど、誰かがここでコンサートでもするのかな。コンサートでウクレレは使わないでしょ。え、使う人っているの、ウクレレ。まあネタで使う人はいるかもしれないけど、ガチのコンサートでウクレレはちょっとないんじゃないか。まあスタイルによると思うけど、多分可能性としてはかなり低いと思うよ。いやそういったところでね、まあ、クリスティーヌちゃんせっかく来てくれたので、ちょっとこれからね、はい、ちょっと頑張って親交を深めていきたいですね。やっぱりねまだ来てくれたばっかりだから、なかなかね会話のバリエーションが少ない。なんか好感度上がるとね会話のバリエーションが増えるんですよ今作。だからね頑張って毎日話しかけてプレゼントあげて、でいろいろとね友好を深めていければなと思いますね。はい、まあそういったところで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたらと思ったら、なんか会話してる、何これ。虫の世界で値が付き合うなら、おい、なんだこれ、終わろうと思ったけど、この二人の会話が気になるから終わりねえじゃねえか。ホタルかな、わかるわ。優しい光で私を照らして、素敵なバーへ連れてってくれるのよ。どんだけ妄想するねん。どういう妄想や。そして二人は夜の川へ。おいおいおい、ちょっとエロティックになってきたな。おいしい水おかわり。何これ。何これ。おいしい水おかわりって。おいしい水って言ったらさ、なんかポケモン思い浮かべるね。あら、社畜さんじゃない。私たち今、想像力を養っていたのよ。あ、そうなんだ。すごく楽しそう。上級者向けだね。いや、ここ上級者でしょ。まあ、あたいらはもうベテランの次元に達してるから、妄想力ベテランか。いやー、妄想ね。だからいいと思うよ、妄想。俺は個人的にありだと思うけどね。積み重ねの訓練が重要なのよ。なんだこの二人。ちょっと意味不明すぎる。やばい。やばいな。ちょっと危険人物やな、うちの島の。妄想族みたいな。はい、ということで、ちょっとなんかね、長くなってしまったんですが、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録して、これからも見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。